明けましておめでとうございます。大塚拓磨です。さあ2024年になりました。2023年の12月にですね、アビスパ福岡のシーズンをね、総括するようなアンケートをしまして、まあ、その結果発表から、ね、2024年スタートしていきたいと思います。今回は2023年のアビスパ福岡どうでしたかというアンケートの結果を発表していきたいと思います。ぜひともですね、このタイミングでチャンネル登録をお願いします。皆さんのね、コメントでぜひね、感想を教えてください。このアンケートの感想をね、教えていただいて盛り上げていただければと思います。それでは、2023年シーズンアビスパ福岡はどうだったでしょうかというアンケートの結果をね、発表していきたいと思います。144名のアビスパサポーターのご協力を本当にありがとうございました。さあ結果なんですが、この通り期待以上だったが 100% なので、まあ、グラフにする意味ないんですけれども、はい、この青いまん丸ができましたということで、はい、100% 期待以上ということでした。まあね、ルヴァンカップで優勝という、そういったね、素晴らしい結果もありましたので、まあ、そういったところがね、影響してるのかなと思います。はい。それでは一人一人のね、感想を紹介していきたいと思います。博多のポカホンタスさん。開幕戦からトータルして劇的逆転勝利試合が例年よりも多かった印象です。そんなに勝つよりも負けてる状況からの逆転勝利が何度も見れて最高でした。こんな試合が多かったので先制点を取られてもふーんと昨年と違い負けている状況でも落ち着いて試合を見れた。しかしながら2万人プロジェクトのマリノス戦しかり、最終戦の広島戦しかり、絶対に勝たないといけない試合を落としてしまうのはまだまだ課題だと感じた。しかし強豪クラブとも互角に戦え、かつ勝利を収める試合も多くなってきて、見ていてとても楽しいサッカーだった。パスがつながるシーンも多くなり、これアビスパと思うことも多々あり、自信を持って人にアビスパ面白いよと言えるようになったということで、いや素晴らしい、ね、シーズンでしたよね。本当にね、アビスパ面白いよっていうことを自信を持って他の人に言えるようになったっていうのはね、すごく、これまでにはないことで、はい、良かったなと思いますが、まあ、未だにね、たくさんお客さんが入った時にどうしても負けてしまうっていう、はい、残念なジンクスはねまだ続いているみたいなんで、それをね、今年はね、ぜひとも、はい、払拭してほしいなと思います。メンタケさん、1年を通して故障離脱者が複数いた状態でこの成績は素晴らしい、はい、そうですね、故障離脱者、はい、毎年ね離脱する人がすごく多いんですけれども、はい、2023年も、はい、例外ではなくてですね、離脱者が多かったんですが、それでもね、これまでの歴史上一番良い成績を収めることができたということで、まあ、そういった部分でね、こう本当のチーム力が問われると思うんですが、はい、そこでこの成績を出したっていうことの価値っていうのはねありますよね。 MKO さん、子供たちだけでなく全アビサポに感動を与えてくれましたっていう、はい、まあ、むしろね、子供たちはやったーって感じでこうただ喜んでるだけだと思うんですけど、はい、大人が泣いていたっていう、はい、大人がめちゃめちゃ感動してたんじゃないかなっていう、はい、思います。モンジュ1977さん、J1 で唯一3冠の可能性を持ち続けることはすごいことだと思う。それだけでなく初めてのタイトルまで取れるとは思いもしなかったということで、はい、ね、天皇杯もベスト4まで勝ち進んでいてですね、ルヴァンカップを優勝した段階でまだ J1 も優勝の可能性残ってましたからね、はい、まあ、そういう状況でねシーズンが過ごせたので、まあ、僕らはずっとね優勝の期待感を持ったまま、ね、シーズンを見れて、まあ、しかも優勝もできて最高でしたよね、はい。50代女性サポーター歴21年から25年の方、勝っても負けても次の試合に期待ができる1年だった、楽しい1年だったとね、いやシンプルですけど本当にこれに尽きるというところありますよね、はい。まあ、負けがこもとね、これまではもうずっとね負けるんじゃないかというか、まあ、J1 で絶望を、ね、感じながらこう試合を見ていたっていうこともね多かったと思うんですが、はいね、J1 なのにもかかわらず、はい、次の試合にいつでも期待ができると、はいね、もうある程度強豪だったらもうほぼ難しいんじゃないかなというところもねこれまであったんですが、まあ、どの相手でもね一発やってやれるんじゃないかという期待を持ってね試合を見れるっていうのは幸せなことでしたね。大川さん、始まる時はまさかタイトル取れるとは思っていなかったけど最高の1年でした。今まで苦しかった思い出ばかりだったけど今年はいい年だった。勝つ喜びを知ったのでまた優勝したいですと、ねえ、いやこれまでだったら優勝したいって言ったらそんなに甘くないって言ってね、
舐めてんじゃないよということで怒りの声が出てくるような雰囲気ありましたが、もう優勝しちゃったんでね、これからはすごく明るい気持ちで優勝したいって言える雰囲気になったっていうのはね、すごくいいことかなと思いますしね、一つ違う世界に行ったのかなという感じがします。BB さん、自分が生きてる間にこんな日が来ると思っていませんでした。選手監督にスポットが当たりがちだけど、スカウティングのスタッフさんはじめチームを支える方々も相当優秀なんだろうと思わずにはいられません。もっともっとお金をかけてるのに勝てないチームたくさんありますから、ということでね、まだ今シーズンもね、新しいね、新入団選手完全に全部発表されてないと思うんですがね、まだまだスカウティングのスタッフさんのね、頑張りの成果を見ることになると思うんで、はいね、どんな選手が入ってくるか楽しみですね。ね、毎年毎年あっと言わせられるんで、最近ね、はい、またね、1週間ばかりですがね、新体制の発表までね、それまでちょっと楽しみにしたいなと思います。まあ、3月ぐらいまではね、結構動きがある感じあるんで、毎年ね、はい、こうそわそわしながらね、過ごそうかと思いますけれども、はい。うどんさん、アビスパにいい意味でここまで感情をぐちゃぐちゃにされるとは思ってませんでした。アビスパのサポーターで良かったですということで、まあ、これまでね、悪い意味で感情をぐちゃぐちゃにされることはあったっていう多分意味なんでしょうけれども、はい、いい意味でぐちゃぐちゃにされる、今後もね、いい意味でどんどんぐちゃぐちゃにされたいですね。もういい意味なら大歓迎ですよね。30代男性、サポーター歴11年から15年の方、アビスパ史上最強のチームだったと思います。流れが悪くても1失点で抑えて、自分たちの時間が来たら一気に攻めて逆転まで持っていける本当に強いチームになったと思います、ということで、まあ見応えがありましたよね、だからね、はい。ラブリオモさん、アビスパ福岡を応援し始めて、初めてサッカー好きの方から強いチームやねと言われるようになり、本当に弱いチームではなくなったと感じた戦いぶりでした。実際に結果も出てますしね、ということで、まあこの福岡に住んでる方もですね、なんかアビスパ強いらしいねっていう風に声がかかるようになったっていうことはね、これまでに起きてなかったことだと思うんで、はい、そういったね、いろんな方からこうね、最近アビスパいいねって言われて、自己肯定感も皆さん上がったんじゃないですか。はい。ジョンさん、怪我人も多く苦しい時期もあったけど、これまで出場機会の少なかった選手や2種登録の選手などみんなが活躍したことが今年の好成績につながったと思う。スタメンを外れた選手もベンチでできる限りのサポートをしていたと思うし、チームの空気がとても良かったということで、まあ、チーム全体の、ね、空気がすごく良くて、それはこう見てても感じましたよね、はい。まあ、チーム同士で選手同士ですごく仲が良くて雰囲気が良くてですね、はい、見てて気持ちが良かったという部分もね、はい、アビスパ福岡のいいところだったと思います。ハリネズミさん、ここ近年感動と勝ちにこだわる、やっとこのスローガンにふさわしいチームになってきて本当に嬉しいです。福岡にいた頃は正直言っても負けるのは当たり前と思っていたので、本当に強いチームになったなと涙ながらに思います。感動をありがとう、ということでね、まあ、勝ちにこだわると言ってる以上、ね、勝たないとスローガンにふさわしいチームになれませんからね、やっと勝ちにこだわると言えるようになりました、ね、で勝ちにこだわって結果が伴ってこその感動ですから、はい、感動と勝ちにこだわる、ね、勝ちの先にしか感動はないです、はい、今後も、ね、勝ちにこだわっていってほしいと思いますね。金川さん、シーズン前はスタジアム観戦は行っても 2,3 回だろうと思ってましたが、計7回行きました。おお、まだまだ伸びしろがあると思いますが、日々進化していることを強く実感した素晴らしい1年でした、ということで、ね、60代以上ということで、はい、まあ、ぜひね、今シーズン、ね、7回以上、ね、スタジアムに足を運んでみてほしいなと思います。レイボーさん、シーズン前半はおぼつかなさがあったけど、シーズン後半は急に伸びた。大学受験の勉強の経験でも一時期停滞期があるけど、心折れずに勉強し続けたら急に点数が伸びた時期があった。そんな成長曲線、結論、受験生たちは諦めずにあと数ヶ月頑張ってっていう、塾の先生かなんかですかね、この方、はい、大学受験の成績の伸び方みたいな感じの成長曲線だってことですか。はい、なるほどね、はい、受験生は諦めずにあと数ヶ月、はい、このチャンネルでも受験生いるんですかね、はい、勉強のね、お供に、この YouTube 聞いてくれるといいなと思います。Y@アビスパさん、たくさんの勇気と感動もらいました。資金力が J1 リーグ下位ながらリーグ7位、ルヴァンカップ優勝、天皇杯ベスト4という好成績を残したから、特にルヴァンカップ優勝は今までアビスパに関わった全ての人が報われる瞬間だったと思う。ありがとうアビスパ福岡、ね、まさにそうですよね。
アビマリン8号さん、チームのために選手だけでなくサポーターを含めた全員が一つの目標に向かって全力になる姿が私の生きる糧となっています。みんながアビスパ福岡を表現して一つになった、なっているように映りました。その強固さはどんな逆境にも耐え、常に自分たちに矢印を向けることにより耐えた先に見たことがない眩しい世界を見せてくれました。私の人生の指針のようなものを得得したような気がします。すごいですね。これからも大好きなアビスパ福岡を自分の人生と重ねながら応援したいと思います。わー素晴らしい、いいですね。いやー、ね、この推し活というかね、このファンだったりサポーターだったり何かを推す活動をすることによって、まあ、ただこう自分にからね、こう相手を応援するっていうだけじゃなくて、そこからね、いい影響を自分に受けて、その自分の人生に生かしていこうという発想、僕すごく好きなんですけど、はい、まさにそういうね、お話ですごいいいなと思います。はい、今のアビスパからはね、学べるところいっぱいあるしね、自分の人生だったりお仕事だったりとかね、そのアビスパ福岡みたいにね、自分ももっとやれるんじゃないかみたいな風にしてね、ビジネスのね、アイデアだったりね、もしくはマインドのね、こうちょっとマインド構築のためにちょっと使ったりとかね、そういう風にいい影響を受けてる人もいっぱいいるんじゃないかなと思います。アソスクエアさん、ルヴァンカップ優勝、天皇杯ベスト4、リーグ戦7位と全て過去最高のアビスパを見せてくれたアビスパ選手に大感謝です。今シーズン7000人くらいが普通だったスタジアムが最後はほぼ満員となり感慨深かったです。私の友人からもアビスパ優勝おめでとう、今度一緒に連れて行ってなど、来年もこの勢いが続いていけるようみんなでアビスパの魅力を発信し続けていきましょうということでした。はい、僕もこの YouTube でね、今年もアビスパの魅力を発信していきたいと思います。いちるさん、本当に夢を見させてくれてありがとうと思った。上京して10年だが初めて本気で福岡に戻ることを検討しているということで、ねえ、20代で、はい、上京してもう10年になるということですが、いや、そろそろね、福岡いいんじゃないですか、戻ってきてね、今こそ戻る時なんじゃないでしょうか。はい、アーさん、長谷部さんへの選手の信頼度がさらにさらに高まっていて、長谷部サッカーがどんどん熟成されて積み上げられていく感じがしました。こんなにシーズンが終わるのが切なかったことはないですということでね、2023年シーズン選手たちが大好きだったんでしょうね。はい、もげさん、控えメンバーでも結果が出ており、確実に長谷部イズムが確実に浸透してきている。さらにレベルの高い選手を集め、育成の選手も育てば上昇軍団に入ることも可能だと思うということで、いやー、今シーズンのね、結果ってのはすごい重要ですよね。はい、これからね、上昇軍団、上昇チームになっていけるようにね、今年しっかりね、去年以上の成績を収めることっていうことがね、すごい大事かなと思います。コリンさん、正直大きな補強もなかったため昨年の成績と同等くらいで終わるのかなと思っていたら、選手一人一人の戦術理解度が増し、今野選手は井出口選手などをはじめ新しい選手がアクセントとなり、さらに一つレベルが上がったサッカーを見ることができました。リーグ戦、カップ戦ともにクラブ最高成績を記録しているので言うことありません、最高ですということでした。博多の森不動産さん、降格候補にも挙げられながらもチームとしての目標を全てクリアして見返すことができたと思います。またどの選手が出ても一定レベルの試合ができるようになり、チーム力が上がったと感じましたということでした。降格候補にね、毎回上がってましたけど、今年どうでしょうね。さすがにルヴァンカップ優勝したわけですから、もう降格候補に上がることはないのかなと思うんですけど、まあ、でもこうやってちょっと全然優勝したからって言って次またね、降格候補に一切上がらなくなるって言ったら、予想って何なんだってなりますよね。はい、ちゃんと予想しろよっていう、その前年のね、成績に基づいてただなんとなくねやってるだけじゃんっていうね、これまで降格候補に上げとったやつね、今年も降格候補に上げなさいよってちょっとね、僕ひねくれ者なんで思っちゃいますね。いや、今年どうなるかちょっとまた見てみたいですね。今年も降格候補に入れてるんだったら大したもんですよ。はい、コンソンさん、感動と勝ちにこだわるってこういうことなんだなと思いましたと。はい、シンプルなんですが重みがありますね。はい、そうです。だからずっとね、ここのところ感動と勝ちにこだわるっていうスローガンを掲げていましたから、やっとこの勝ちにこだわっている姿っていうのがね、しっかり結果で見えたのかなと思います。牛丸さん、何年か前からアビスパ福岡をほんのり応援はしていましたが、本格的に応援するようになったのは去年の残留争いをしていたシーズン終盤くらいからで、そんな新参者がこんなにシーズンを楽しませてもらっていいんだろうかという気持ちです。名前が分かるのは数人の状態から始まったのに、選手全員だけでなく監督やスタッフのことまで愛着が湧くようになるとは考えてもいませんでした。ああ、すごいですね。またサッカーの戦術なんて分からないと思っていたのに、今ではフォーメーションの違いとか試合中の次の交代カードが見えてくるようになったりして、サッカーの楽しさを教えてくれました。
ということで、30代男性のサポート歴5年以下ということで、まあ本当ここ2、3年で見るようになったという方の声ですかね。いやいやいや、こういう声嬉しいですよね。はい、これからもぜひこの YouTube ね、見てもらえればと思います。内丸さん、バデは元気かなさん、絶対そうね、26年以上、嬉しくて幸せでした。弱くても負けてもいてくれるだけで幸せだと思ってきたけど、結果がついてくればやはり嬉しいです。降格しないための勝ち点1を目指す我慢の試合から、美しいパスをつないで攻めて得点して勝つこともできるようになってきた。ハラハラ心配するばかりではなく、見ていてとても楽しい試合もできるようになったんだなと思います、ということで、はい、まさに26年以上という感じのコメントですけれども、そうですね、いてくれるだけで幸せと思って応援してきたということで、はい、これからはね、勝つ喜びというものも感じながら応援していきましょう。チェロさん、今までのアビスパは全員で必死にプレーしても跳ね返されてしまう試合が本当に多かったですが、今年は勝利への気迫とともに試合を重ねる前、試合を重ねるごとに着実に強くなっているのを感じて感動しっぱなしでした。アビスパらしい戦い方というものが確立されたと思います。これからのアビスパが本当に楽しみです。サポーターを続けてきて本当に良かったですね。いや、いい言葉ですね。サポーターを続けてきて本当に良かったですという、はい、まだまだサポーターはね、サポーター人生は続きますから、はい、これからももっとね、サポーター人生充実させていきましょう。イラックマさん、イラックマ一文字変えるだけでだいぶ怖い名前になります。子さんのファンですが、今まではゴールまでごちゃごちゃしてよく分からないうちに点を取るような印象が多いチームでした。確かに分かる分かる。しかし今年はスルーパスあり、ドリブル突破あり、多彩な攻撃見せてくれて素晴らしいシーンかなと思います。なるほどね。J2 あるあるな感じしますけど、ゴール前でごちゃごちゃごちゃってしてて、おお、ネット揺れたみたいなね。サッカーが好きな人には何が起こったか分かるのかもしれないんですが、サッカーが分からない人からすると、なんかごちゃついて無理やりねじ込んだみたいな感じのゴール、はい、J2 あるあるですけど、そういうゴールばっかりで、アビスパといえばそんなゴールっていう印象でしたけど、今年はそんなことなくてね、はい、そのパス回しでパッて決まったりとか、かっこいいゴールいっぱいあって強くなったなって、そういったところでも実感しましたよね、はい。50代女性サポーター歴26年以上、匿名さん、去年も信じてたし、一昨年も信じていたので、結果については当然不運もあったし、持っていれるチームとしか思っていなかった。ああ、そうですか、すごいですね。しかし今年は大怪我の選手が次々出ても勝ち、ファン感やマスコミ取材など調子を崩すような状況にも勝ち、本当に手堅く強かった。怪我で層が薄くなった時も違う選手が活躍し、本当に自力あるチームだと自分のイメージの浮気が追いつきませんでした。素晴らしいチーム、苦節ファン歴が全部回収できました、ということで、サポーター歴26年以上の方がね、苦節ファン歴が全部回収できたということで、いやーね、感慨深いですよ、はい。これからね、今までのね、苦節が、はい、回収が始まりますから、はい、まだ全部じゃないですよ、はい。これからどんどんね、回収していきましょう。成仏しましたということですが、まだなんで、はい、2023年がスタートですからね、はい、ジョーゴ選手も言ってました、これで弱いアビスパとはさよならですと、はい、弱いアビスパとさよならしただけ、これからこんにちは強いアビスパ、ね、はい、成仏しないで、ね、まあ、成仏したとするなら、また次の、ね、第2位の、ね、人生のスタートですよ、はい、来世です、ここは、はい、成仏後の来世、はい、ね、ピリオドの向こうです、ここは。ね、これからまたね、新しいサポーター人生を送っていこうじゃありませんか。はい、今年ね、みんなで頑張って応援していって、ね、昨年以上の成績を収められるように、昨年以上の成績ってめちゃめちゃハードル高いですけれども、はい、でもやっぱ昨年以上を目指していかなきゃいけないですよ。だから頑張っていきましょう、はい、この YouTube でもね、後押ししていきたいと思います。さあ、次回予告なんですけれども、今一番好きな選手はという、はい、質問もしてますので、次からは選手にスポットが当たった、アンケート結果を発表していきたいと思いますので、ぜひとも楽しみにしておいてください。最後に、ちょっとお知らせですが、はい、株式会社中身という会社をやっております、私、はい、ウェブの中身を考える会社です。ウェブコンテンツの制作会社ということで、はい、アビスパ福岡もね、YouTube を使ってこんな風に楽しく伝えることができるんです。はい、楽しかったでしょうか。はい、こうやってね、ウェブコンテンツを使って何か面白いことができたらなということを考えている会社でして、まあ、この YouTube もね、こんなウェブで面白いことできるよっていう一例になってくれたらなと思う気持ちで運営しております。はい、ぜひともね、ウェブで何かやりたいよって方ね、
会社さんありましたら連絡をいただければと思います。面白い記事も書くし、面白いコンテンツも作りますし、いろいろ一緒に楽しいことやりましょう。ということで、またね、次回楽しみにしていてください。それではさようなら。福岡の福岡の福岡のベススパニベススパニアディスパアディスパ福岡を福岡を見に行こう見に行こう。